はい、ラーメン作ります。今日は熟成辛味噌ラーメンを作ります。よくよく考えたら味噌ラーメンってすごいのではと思って作りました。日本食を食べるときに欠かせない味噌汁ですが、味噌ラーメンになるとなぜか邪道になるという方が意外と多いイメージです。なぜでしょうか。それは味噌という調味料のパワーが強すぎるが上につながらタレ界のブラックホール、全てを吸収するからだと思います。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、熟成辛味噌ラーメンの完成です。非常に美味しく仕上がりました。まあまあうまいですね。まあちょっと荒削りな一杯ですね。全体的に好きな人には結構好きなんでしょうけど、これはどちらかというと細麺の硬い麺が合うなといった印象で、作りたいラーメンではなかったですね。濃度の調整がなかなか難しくて、パイタンにしてる時点でダメなのか、もしくは濃度が高すぎるかゆえに少し重たいスープになっています。一回これはサブチャンネルで一回手直しが必要かもしれません。来週の火曜日、この手直しの動画一回撮りたいと思います。味噌だれに関しましてはなかなかうまいですね。はい、上手に合わさっていて、スパイスの香りもありますが、そこまでしないくらいの感じでちょうどよかったかなと思います。まあ寝かせるとまた違うのかもしれませんね。味噌ラーメンに関しましては個人的に好きなので研究しなくてはと思っています。とはいえ最初にも言いましたが、まあブラックホールなんですよね。ラーメン界のバリエーションが広がらないのがどうしてもネックです。もちろんバリエーションあるって言われたらそこまでなんですけど、お店で食べた味噌ラーメンで美味しいと思うのはめっちゃシンプルな札幌ラーメンとかしか、自分はまあ結構食べましたけどね。東京多分10個ぐらいは食べてると思うんですけど、まあ少ないかって言われたら少ない。自分が好きな味噌ラーメン屋さんがあるんですけど、ほとんどの方へそこって思うので言いませんが、まあなんか皆さんの中で味噌ラーメン好きなお店ここっていうのがあればコメント欄で教えてください。近ければ行きます。はい、近ければっていうか、まあ東京の方とかだったら用事があるので、その時に行けたら行きたいと思います。埼玉とかでも大丈夫です。神奈川とか、はい、その辺でお願いします。はい、そんな感じで以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとサブチャンネルオチメン TV のご飯の方もよろしくお願いします。それではまた。